日本ハム3、ゼロオリックス、3日、京セラドーム。オリックスは3日、京セラドームで行われた日本ハム戦に0ス3で敗れ、今季初の4連敗。借金は3に膨らんだ。後期を作るもあと1本が出なかった。試合後、中島聡監督は、点差を考えたら絶対にありえないこと、と、閉殺に倒れた福田の走塁に注文をつけた。動画 想定外の走塁ミスに球場創然ボーンヘッドに解説者も呆れ声傾きかけた流れをつかむことはできなかった。3点を追う8回、福田、胸が連続支球を選び、無視1・2塁のチャンスを作った。1・4号、4番、トングーが放った打球2直。2走、福田が戻れず、まさかの併殺に倒れ、無得点に終わった。 4試合ぶりに復帰した福田は3打数1安打1四球。一番打者の役割を果たしたが、走塁でのボンミス。錦木誕はスタメンに戻ってきましたがあれはないですね。あの点差でライナーでダブルプレー、一番やっちゃいけない、点差を考えたら絶対にありえないことと振り返った。打撃では好調をキープしているが 一番に入ってなんとか出塁してくれてるということは、でもダメだな。いくつになったんやという、何年目やと。7年目、31歳のベテランに厳しかった。